皆さんこんにちは、豆玉です。今回は夏までに体脂肪率 24% のこの体型から腹筋を割るためにやめた10個の習慣について紹介します。今回紹介するのは、夏までに腹筋を割るためにいいと思って頑張っていたのに実は無駄な努力をしていた実体験の話です。皆さん、夏までに腹筋を割ろうと毎日きついトレーニングをしたり極端に食事量を減らしていませんか？ただ腹筋を割りたいだけなら無理をして運動や過度な食事制限を行えば誰でも腹筋を割ることができます。ただし、そのやり方だとなかなか夏まで続かずに途中で諦めてしまったり筋肉量までも落ちてしまい、決してかっこいい体にはなりません。そこで今回紹介するのは、確実に腹筋を割って理想な体を夏以降もキープさせるためにやめた10個の方法です。夏までに腹筋を割るのを諦めていた僕らでもストレスなく継続できた10個の方法をまとめたので、騙されたと思ってぜひ最後までご覧ください。夏までに腹筋を割るためにやめた習慣、1つ目は脂っこいものを食べるです。脂っこいものを食べなくなるだけで腹筋は割れていきます。そもそも皆さんは腹筋が割れる仕組みを知っていますか？実は腹筋はみんな生まれつき割れているんです。では割れている腹筋が見えない理由はなぜでしょうか？それは脂肪がお腹周りについてしまって腹筋が隠れてしまっていることが原因なんです。つまりはお腹周りの脂肪を落とすことができれば腹筋が割れるんです。そしてお腹周りの脂肪を落とす上で最も大事なことが食事です。皆さんはダイエットにおける食事で一番大事なのがタンパク質だと思っていませんか？実は鶏胸肉やささみばかり食べていればいいわけではないんです。確かにタンパク質を摂取することはお腹周りの脂肪を落とす上で大事ですが、タンパク質以上に大事なことが脂質を抑える、つまり油を控えることなんです。例えば唐揚げなどの揚げ物やお肉の油部分を食べないことがお腹周りの脂肪を落とす上では最も大事です。油っこいものを食べなくなるだけで体脂肪というのはみるみる落ちていき、脂肪で隠れていた割れている腹筋が見えてきます。脂質の目安量としては1日 40g です。1日3食の人は1食あたり脂質 15g を摂取するようにしましょう。夏までに腹筋を割るためにやめた習慣、2つ目は義務感から運動するです。皆さんはダイエットを始める際に筋トレや有酸素運動をやらなくちゃと義務感を感じていませんか？義務感を感じる運動はやめましょう。理由としては、義務感を感じながら筋トレや有酸素運動のような運動をしては長続きしないからです。皆さんはこれまでに仕事で資格の勉強をした際に1日4時間勉強するぞと決めたけど長続きしなかった経験はないですか？人間はどうしても1日何時間やろうと時間を決めて義務感から行動しようとしてしまうと、その目標時間を達成できなかった時に自己嫌悪を抱く傾向があります。腹筋を割るためにダイエットするのも同じです。筋トレや有酸素運動を毎日2時間やるという義務感から運動してしまうと、ダイエットで一番大事な継続ができなくなる可能性があります。気合を入れることは大事ですが、まずは自分が無理なくできる範囲内で筋トレや有酸素運動をしましょう。みんなが苦手とする有酸素運動の目安ですが、有酸素運動は何かのついでにやってみましょう。例えばスーパーに買い物に行くとき、出勤をするときなどに普段は自転車のところを歩きに変えてみることです。どこかへ向かう途中の移動手段を歩きに変えることで有酸素運動をおまけ感覚ででき長続きします。夏までに腹筋を割るためにやめた習慣、3つ目は腹筋ばかりをするです。腹筋を割ろうと腹筋ばかりを鍛えていませんか？実は腹筋を割るためには腹筋を鍛えるよりも大事なことがあります。一つ目で話したように大事なことはお腹周りの脂肪を落とすことです。お腹周りの脂肪を落とすための筋トレとは、カロリー消費が大きい筋トレのことなんです。カロリー消費が大きい筋トレとは、筋肉量が大きい部位を鍛えることです。つまり胸や背中、足を鍛えることがお腹周りの脂肪を落とす上で効果的なんです。夏までに腹筋を割るために、腹筋よりもまずは胸や背中、足などの筋肉量が大きい部位を鍛えましょう。ただし腹筋を鍛えることが全く意味ないという話ではありません。腹筋を鍛えることで腹筋が大きくなり、お腹周りの脂肪を落とした際により凹凸感のあるかっこいい腹筋へとなります。なのでまずは筋肉量の大きい部位を鍛えて、無理ない範囲で腹筋も少しずつ鍛えることができれば、夏にはかっこいい腹筋を手に入れることができるので、一緒に頑張りましょう。夏までに腹筋を割るためにやめた習慣、4つ目は座りっぱなしでいるです。皆さんは仕事へ出勤する際に電車で座りっぱなしでいませんか？もしくはデスクワークが多く椅子に座りっぱなしでいませんか？夏までに腹筋を割るため、できるだけ座らずに立ちっぱなしや体を動かしたりしましょう。実は座ると立つという動作の違いに消費カロリーが2倍違うことが研究で分かっています。座りっぱなしの日常からなるべく立ちっぱなしの動作を増やすことで、消費カロリーが増えてお腹周りの脂肪を少しずつ落としてくれるんです。電車で座らずに立ちっぱなしでいたり、デスクワークが多い方はなるべく階段を使ったり、長時間座っている場合は
は立って少し体を動かしてみましょう。このような小さなことを積み重ねていくことが仕事をしている会社にとっては長い目で見た時に大きな成果につながります。日常の中でできる小さな頑張りを続けることがかっこいい体を作り上げるので、明日から夏までの間小さな努力を一緒に頑張っていきましょう。夏までに腹筋を割るためにやめた習慣5つ目は食べない食材を決めるです。ダイエットを始めて食べてはいけない食材を決めていませんか？食べない食材を決めることはやめましょう。多くの人が食べたいものを食べれないストレスで食事制限を諦めてしまうんです。いくら食べないように頑張っていてもストレスを溜めて途中でダイエットを諦めてしまっては失敗に終わります。ダイエットにおいて一番大事なのは何度も言いますが継続です。正直何を食べてもカロリーや脂質を調整できれば腹筋は割れます。例えば1日脂質 40g を目安にしていて脂質 15g のケーキを1つ食べてしまった場合、1日の中で 40-15 の脂質 25g を取ればいいんです。細かい話をすればダイエットにいい油と悪い油はありますが、ボディービルダーを目指していない人にとってはそんなこと問題ないと思っています。まずは1日の目安である脂質 40g を超えない、そして1日の目安摂取カロリー内で食事制限を続けていけばお腹周りの脂肪は落ちていき必ず腹筋は割れます。食べない食材を決めてストレスからダイエットを途中でやめてしまうのであれば、過食に走る前に適宜食べたいものを食べながらダイエットをした方がいいです。もちろんケーキなどを食べないで継続できるのであればその生活が理想的なので、自分の無理ない範囲内で夏まで継続して頑張りましょう。夏までに腹筋を割るためにやめた習慣6つ目は疲れ切るまでのダイエットです。残業が続いてなかなか筋トレの時間が作れない中、筋トレをしないと痩せないと思い体が疲れている状態で無理やり筋トレなどしていませんか？疲れ切るまでのダイエットはやめましょう。お腹周りの脂肪を落とすためにダイエットをしている中で疲れが溜まってくると逆に脂肪が落ちづらい体になる可能性があります。身体的ストレス、精神的ストレスを溜め込み体の中の疲れが溜まってくるとコルチゾールホルモンが過剰に分泌されます。このコルチゾールホルモンはストレスホルモンとも言われ、ストレスを過剰に感じると分泌されるホルモンです。コルチゾールホルモンが過剰に分泌されると筋肉を減らし脂肪を体の中へ溜め込んでしまうんです。つまりは疲れ切るまでのダイエットはむしろ脂肪を溜め込んでしまう可能性があるということです。また疲れ切るまでのダイエットは長続きしない恐れがあることからもダイエット中には避けるべき行動です。体が疲れ切っているなと感じたら筋トレもオフにしてしっかり睡眠をとりましょう。睡眠時間が短ければ体脂肪が落ちづらいという研究もありますので、仕事が忙しいと思いますが目安として最低6時間は睡眠をとるように意識してみましょう。夏までに腹筋を割るためにやめた習慣7つ目はカロリーをすぐに落とすです。体重が停滞したからといって1日の摂取カロリーをすぐに落としていませんか？確かに摂取カロリーを落とした時は痩せます。ただしすぐに摂取カロリーを落とし続けているとダイエットがどんどん辛くなっていくんです。カロリーを落とすのにも限界はあるので、最終的には結局空腹との我慢勝負になってしまいます。体重が停滞してすぐにカロリーを落としてしまうと手持ちの切り札がなくなってしまうんです。ですので体重が停滞した場合には食事の量を減らすのではなく、筋トレのボリュームを増やしてみたり少しだけ歩く時間を増やしてみたりして運動の量を増やしてみましょう。運動の量を増やすのも仕事をしながらでは難しいと思います。その場合は一気にカロリーを落とすのではなく100キロカロリーと少しずつ1日の摂取カロリーを落としていきましょう。少しずつカロリーを落としていくことで筋肉も残しながら脂肪を落としていきます。夏までに腹筋を割るためにやめた習慣8つ目は1日だけ全力を出すです。ダイエットを今年こそは本気でやるぞと決断して初日から 120% の全力を出し3日坊主で終わることはダイエットによくある失敗です。1日だけ全力を出すことをやめて、まずは1ヶ月間続くように力を分散してみてください。確かに 120% の全力を夏までの期間続けることができればそれが一番です。ただし仕事をしながらダイエットしているほとんどの人が難しいと思います。1日を頑張るよりも1日を無駄にする方がダイエットにおいてはもったいないんです。なので頑張りすぎて過食に走り1日中爆食いしてしまうよりかは1ヶ月間 60% でもいいので継続することが必ず成果へとつながります。腹筋を割るためにダイエットを習慣化できた時に少しずつ 70%、80% と頑張り具合を上げていきましょう。最初から無理をせずにまずはダイエットを習慣化できるようにコツコツ頑張っていきましょう。
夏までに腹筋を割るためにやめた習慣9つ目は週1回の筋トレです。ここまで無理をせずにまずは運動と食事を習慣化しようと話してきましたが、夏までの期間一つ頑張ってほしいことがあります。それが週1回の筋トレではなく週2回の筋トレです。残業が続き筋トレの時間をなかなか作れない人の気持ちはめちゃくちゃわかりますが、夏までという残りの期間で腹筋を割るために少しだけ頑張る必要があるんです。週2回以上の筋トレというのは科学的にも筋肉がつきやすいと言われているので、会社員の方は平日に1回休日に1回を目安に頑張りましょう。筋肉をつけることで代謝が上がっていき痩せやすい体になっていくので、長い目で見ればダイエットで苦労しない体へと変わっていきます。最低週2回という目標から少しずつ習慣化していき、週3、4と筋トレの回数を増やしていきましょう。夏までに腹筋を割るためにやめた習慣ラストはすぐに結果を求めるです。筋トレをしたから脂質を抑えたからといえ1日や1週間でお腹周りの脂肪が落ちて腹筋が割れることはありません。ダイエットを始めてすぐに体が変わることはないんです。最初からすぐに結果が出ると自分自身に期待をしてしまい、実際にすぐ結果が出なかった時は自己嫌悪に陥ってダイエットのやる気がなくなる原因につながります。結局のところ夏までにかっこいい体を作り上げれば何も心配しなくていいんです。すぐに結果を出そうと焦ってしまい無理な運動や食事制限をしても夏まで長続きはしません。夏までに腹筋の割れたかっこいい体を作るためにも最も大切なことは継続することなんです。そして継続していけば今の体型は関係なく必ず今の自分を夏までに変えることができると思うことが大切です。いい意味で自分自身に過度な期待をせずに少しずつ腹筋を割るために筋トレや食事制限を習慣化していきましょう。以上が夏までに腹筋を割るためにやめた10個の習慣でした。皆さん夏までに腹筋を割るためにいいと思って頑張っていたのに実は無駄に頑張りすぎていた習慣もあったかと思います。腹筋を割るためには過度な運動や過度な食事制限をするものではありません。小さな頑張りを継続し続けることで腹筋が割れて体が変わっていくんです。いきなり今の全ての習慣をやめて新しい習慣になるのは大変なので、まずは一個ずつ今の習慣を変えてみてください。正しく小さな努力を積み重ねれば必ず夏までに腹筋が割れます。夏までの残りの期間で体の変化を楽しみながらこれからも一緒に頑張っていきましょう。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。